合宿2日目始めさせていただきます。それぞれグループ1だった5人、はい、今どうなるんですか。グループ2だったんですよ。ツインクルスターです。ツインクルスター。リスペクト様。チーム絶対活動です。チーム絶対活動。グッドラックです。ホワイトフェザーです。ホワイトフェザー、はい。はい、そしたら、皆さんがプロになるべく振り付けをしていきます。なので、1人しか踊らない振りがある。1人ずつしか、みんなバラバラなので、全体的に持って自分で覚えるんです。そんなに時間かけられないからね。はい、ホワイトの人は0番、次の人は、1.25 にください。次の人 2.5、ちょっと前の人と重なっちゃうかもしれないけど、そうだな。で、ここがちょっとずれてるから、5番を、ホワイトが5番にして、で向きと足決めました。これがない状態が最初のポーズ。で、これは意外に、本当に1時間ぐらい立ってられるぐらい、腹筋、さっき使ったけど、腹筋と背筋使って、だけど、自分で背高くして足床つむじ上、このポーズだったら一番かっこよくなれるぐらい。これからプロになるためのレッスンだから、こっからカメラが、テレビカメラがこう撮っていくと、その時に自分で一番いい顔といいポーズができてるっていう形だよ。形状記憶した？覚えた？そっからジャガジャワン、何も変わらず手がつくだけで、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シック、セブン、エイト、ワン。はい、楽曲に振り付けするし、歌詞にも振り付けするけど、一番振り付けするときに重要だと思っているのは、そのパフォーマンスする人が一番よく魅力的に見える振りをつけたいっていうのがあります。なので決まりきったステップだったり、決まりきった手振りだったりっていうのより、それを踊ってみた本人たちがどう理解して、どう表現するかっていうことの方がすごい重要なので、この子たちの力量でこの振り付けのまま行ってしまっていいかどうかっていうのは常に考えてます。Yeah.
プリマドンナ。リスペクト様、行きます。ありがとうございました。
と、ホワイトウェダー。はい、失礼します。